今日は前半戦のレースは逃げの連続でしたが一転して後半戦はイン柔軟の展開となりました5日目のスナッチスプリングカップ最後の準優新戦となりました第12レースを迎えています準優新戦もここまで1号艇が過鉄という展開ですがここ1号艇はシリーズリーダー1番の甲川光です 予選得点率トップの勝ち上がりここまでオール3連敗できています1番の効果受けて立ちます1コースへ一方、待ったをかけるのはここまでトップクラスのパワー連日見せます2番の木下大輔2コースからどう襲いかかるでしょうかそして3コースには前半戦シリーズ初勝利は3番の藤田康弘そして外枠勢は いずれもここは連帯そして4着ここまでが条件となります5着以下でも得点率予選上位2名であればというところですがこのレースの外枠勢4着条件になります4コース角4番、川井光弘5コースに5番の安藤進、6コースに6番の品川健治ポジション固まりました新入体系はインコースから1番、2番、3番4番、5番、6番です スタートしましまた1コースから1番の効果スタートしっかりと決めていますそれほど全体的にはそのないスタートを1周1マーク逃げる1番の効果マークリンク3番藤田届きません内をつく2番木の下の差しも及ばず逃げました1番の効果寄せつけませんスタートは前提正常です 2番手に2番の木下この後ろは3番、藤田に内から4番の河井並んできた3番トラスになりますさらにこのうち狙って5番の安藤が続く2枠の旋回、外を回ってここは3番テラスには3番の藤田しかしまだ完全にはかわせません4番の河井との差はその差が一定身ぐらいです レースは2周目早々と上位2人は抜け出しています先頭1番の効果2番手、2番の木下3番手、3番の藤田を追いまして2周の1幕マーク外から4番の河合ですがここでは少し離されました4番手争い5番の安藤との接戦と変わりまして最後方に6番の品川上位3定は1番、2番、3番です 2周の2幕に移ります先頭は1番の効果2番手で2番の木下と旋回3番手は3番の藤田ダイブリードは広がってきました34番手差は5停止ぐらいと開いてきまして上位3手1番、2番、3番です最終周回へと移りました先頭は1番の効果ミズル最後のバックストレッチへと移りますインから圧倒しました1番の効果そして2番手に2番の木下3番手が3番の藤田 最後の準優進出戦、ここは順当でした。二連単は一番、二番の組み合わせれば、2.2倍のっつ。三連単、一番、二番、三番の組み合わせは、3.7倍のっつ。ともに、最後は一番人気の決着で、まもなくゴールです。先頭は、一番、あ、高架五輪。二番、木下五輪。三番、藤田五輪。四番、五番、六番の順で五輪。